マイ名言。今回名言を残すのは、ふうやれやれ、ふうやれやれだぜ、ふうん。これは何だ。スカイハイさん、あなたの名言格言を書いてください。なるほど、わかりました。一筆では200万で受けたわりましょう。日本のヒップホップシーンを代表するアーティスト、スカイハイ。2013年にソロメジャーデビューを果たして以来、卓越したスキルと豊かな音楽性で多くのオーディエンスを魅了している。スカイハイが考えるマイ名言とは。これ何文字くらい書けますかね。まあでも10時前後ですね。1時にしましょう。できました。書き始めたら余ったのでこう埋めました。いい埋めだったと、いい埋めだったと本当に、はい、思います。スカイハイが書き記した言葉は真、その一文字に込められている思いとは。人の言葉というか、人が言うと書いて信じる、信じる、信じられる。だから本当なんだろう、歌詞なんてまさに言葉で文字を綴るわけですけど、直接会ってもそうですが、それ電波に乗せてとか、何してその言葉で、気持ちや思いを人に伝えることが多いので、そういうものはなんだろう、本当にこう信ずるに値するものであるべきだとも思うし、本来言葉っていうのは、信じてもらったりとか、それに値するものの証明であったり、本当こう真に迫るものでないといけないなという気持ちから、モットーとかね、そういう感じで、真という一文字に託しました。スカイハイの名言。言葉とは自分が信じるに値する人間であるという証明である。次回はどのアーティストが名言格言を生み出すのか、お楽しみに。